演武開演。それでは本日の夕食を食べたいと思います。本日の夕食はこちらです。見てください、すごく豪華です。ではいただきたいと思いますので、ではいよいよ本日の本命マグロ料理に行きたいと思います。で、これは違う、まずはキノコお刺身からいただきたいと思います。まずはそのまま、次はお醤油をちょっとつけて、肉厚で食べ応えがあってとっても美味しいです。今久しぶりです、久しぶりです。煮付けをいただきたいと思います。分厚い身の中にお醤油、煮付けの甘辛いタレが程よく染み込んでいて、とっても美味しいです。これだけでも飲みたくなります。続きましてはこちら、旅館の方によるとマグロの卵ということらしいです。ちょっと残酷、卵がなくなってちょっと残酷かもしれませんが、いただきます。シャモよりもちょっと大きめで、イクラよりもちょっと小さいといった感じで、口の中でじゅわーっと噛んだ瞬間に甘みがとっても自然に広がって美味しいです。卵やっぱり美味しいですね。続きましてはこちらはマグロの胃袋ということらしいです。胃袋って全ての生き物の中でも初めて食べる気がします。ではいただきます。甘辛くコリコリとした食感で、噛めば噛むほど口の中で味わいが広がってとっても美味しいです。胃袋ですね。そして最後はこちら、マグロのフライということです。カツじゃないんですね。ともかくそんなことはどうでもいいから、ではいただきます。それ以上にマグロがお肉にも負けないぐらい肉厚で、でもマグロなので魚介の旨味もあってとっても美味しいです。噛めば噛むほど広がります。以上でマグロ料理は終了です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。